ちゃん。こんにちは。さあ、豊さん。はい、なんだよ。いやまあね、クライマックスシリーズに向けて、まあね、皆さん調整してる。もうチームは決まってますか？まあ A クラスはね、はい、もう決まってるから、両リーグともね。はい、そうです。で、はい、クライマックスシリーズは今年は11月6日。もう寒い。で、日本シリーズは11月27から。寒いですよ。もう、東北はね、雪のシーズンですし、こっち側も寒い。そんな中で、選手たちは。大変だよ。大変ですよ。だから、ドームのところ以外は屋外になるわけですね。そうだね。というわけで、ズバリ、豊さん、はい、今日は、どこのチームが日本シリーズに一番、はい、近いか、行くか。というのをちょっと予想しましょう。まあ両リーグでな。はい、両リーグで、うん、どっちから行きましょうか。これね、でもね、優勝するかしないかでは大きな違いになってくるんだよ。これなぜかというと、はい、まあ例えばよ、うん、ロッテが、はい、今動画を撮ってる時点で、うん、3つ勝たなきゃいけないんだ。あと3の3だよ、はい、1敗ももうできないんだよ、はい、そうなってくるとオリックスが優勝した場合は、はい、オリックスが行っちゃうよ日本シリーズ。そのまま行きますか。これなんでかというと山本と宮城が投げれる、うん、はい、あ、まあそうですよね。でもファーストステージから登場するってなるとやっぱ勝たなきゃいけないから、はい、山本宮城使ったとしたら、はい、セカンドステージ、うん、ファイナルステージ、うん、これ後に回さなきゃいけなくなる。そうですよね。そうだろ、はい、そしたらオリックスの場合は、はい、山本と宮城で20いくつ貯金があるんだよ、うん、22か23、はい、他のピッチャー貯金できてないんだよ。おーとなるとですね。いやとなると、うん、まあ勝てるかもわからないよ、はいはい、でもとなるとやっぱりオリックスは優勝してファイナルステージを戦ったら圧倒的有利なんだよ。ピッチャー残して待てるからね、うん、だから、うん、優勝するしないっていうのはどこのチームも大きいんだよ。そうですね。じゃあ仮にこれロッテが3連勝してリーグ優勝しましたとなると、うん、今度はじゃあこれはロッテがいく。ロッテ、あ、ちょっと楽天はどうなりますか。楽天、はい、まあ則本だよね、やっぱり今頼れるピッチャーは、はい、うん、則本、滝中、はい、だからここら辺を石井監督がピッチャーの位があるでしょ、うん、はい、で一番位の高い楽天のピッチャーって誰だ。位というの、例えば、いや、なんかこう名前とか田中将大とか。そうだよね、はい、だからそこに遠慮しないで則本、滝中でいけるかとかさ。あ、いや、やっぱクライマックスシリーズでさ、はい、なんかマー君使わないで負けたらなんて言われるか分かんないよとか思っちゃうとおかしくなるよね、はい、まあそうですよね、うん、迷いが生じてしまって、だって4勝9敗かなんかでしょマー君は。はい、ね、ではあの防御率から考えたら、うん、4勝なんていうことありえないわけよ。そうですよね。逆になってないから9勝4敗ぐらい、はい、でもマー君の時は今年は打たないっていうのがもう分かってるし、うん、なんかそういう流れになってるし、はい、そうなってくるとやっぱり則本滝中っていくのかなっていう。ああ、まずファーストステージをされてた。だからそうやっていければ、はい、ファイナルステージのチャンスは出てくるけど、うん、俺はなんか格を選びそうな気がするんだよね。その田中投手をその1戦目2戦目ぶつけてくると。だから1戦目は則本に譲ったとしてもさ、2戦目にさ、うん、それが吉と出るのか強と出るのかっていうところですよね。でロッテの場合はここで負けても、はい、日本シリーズ行けなかったら意味がないって思えば、はい、ローテーションを変えてくるかもな。お、井口監督、まあまあ、あそこのエースっていうのは、はい、まあ、二木だったりとかするじゃない、はい、まあ、佐々木朗希とか、うんうんうん、まあ、まだエースじゃないけどね、はい、で石川とか、はい、だから柔軟性があるんだよ。そうなってくるとファイナルステージのローテーションも決められるような、あ、まあ、誰が投げてもどんぐりの背比べというかさ、はい、まあ、小島っていうのが安定してるけどね、はい、うん、だけども、うん、ファイナルステージも勝てるようなローテーションを俺は組んでくると思う。今聞くとそうするとやっぱ投手陣のいろんなバラエティーに揃ってる投手陣を持ってるのはロッテが一番有利というか、ただその柔軟性だけを考えるとね、考えると、はい、でもピッチャーの力っていうことを考えるとさ、オリックスとかとか楽天とかの方が今年の場合に限っては上だよね。そうですね。でオリックスはもう山本先発っていうのは、はい、それは優勝できなくても、うん、クライマックスシリーズの第一戦っていうのは山本だと思うんだよ、はい、で宮城だと思う、うん、
でも連勝で上へ行くと、はい、まあ、そういったことが考えられるんだよね。だから優勝したチーム、はい、オリックスだったらオリックスがそのままに日本シリーズ行くし、はい、ロッテだったらロッテが行く、うん、このジャンの2チームというか、まあ、リーグ制覇したチームがパ・リーグは行くと、うん、楽天がちょっと厳しいかもちょっとっていうことなんですね。じゃあセリーグです。セリーグ、はい、セリーグは今の段階ではヤクルト阪神、まあ、ヤクルトの方が有利ではないかと。まあそうだね、はい、まあ、2つ勝っちゃいいんだよ。そうですね、今の段階で2つがなかなか難しいからね、まあ、最後の最後だから取ってる段階では、はい、阪神が負けて、はい、ヤクルトが勝ったらもうその時点で優勝なんだ。そうなんです。でも阪神が勝ったら、うん、あと2つ絶対勝たなきゃいけない、はい、いっぱいだけは許される。いっぱい許されます、大丈夫です。でも2つ勝たなきゃいけない、うんうん、仮に、うん、ヤクルトが優勝したとしましょう。でリーグ優勝は例えばヤクルトで、2位が阪神、そして巨人。こうなった場合に日本シリーズに一番行く可能性があるのは難しいどこが優勝？ヤクルトです。ヤクルト優勝、2位阪神だから、ファーストステージでまず巨人と阪神が当たるという。でそこで勝ったところがヤクルトと当たるというふうになった場合、巨人はさ雰囲気的になんかもうシーズン終了してるような雰囲気なんだよね、うん、もう休みたいよっていうような、はい、もう疲れちゃったみたいな、そんな感じの戦い方なんだよね、はい、巨人は俺はなんか雰囲気的になさそうな感じもするんだよね。3位からの、まあ、下克上的なものはちょっと厳しい、うん、それ今野手がちょっと戻ってきてるじゃないですか、まあ、まあ、ある選手にしてもそれは心配なのはやっぱピッチャーの方です、ね、まあ、ピッチャーもそうだし、はい、やっぱこう終盤のピッチャーだよね、はい、特に、まあ、先発ピッチャーもじゃあゲームを作れてるかというと完全に作れてないよね、はい、まあ、とにかくピッチャーが心配だよ、うん、そうね、うん、野手は丸一人打ってるという、はい、まあ、そのぐらいの感じでしょ、うんうんうん、で岡本もなんかちょっと尻つぼみで終わっちゃったし、はい、で坂本の状態もあんまり良くないという、うん、で松原だけがなんとなく打ってる、打ってる、うん、こんな感じだからなんとなくねもうシーズン終わっちゃってるかなっていうような気はするんだよね。じゃあヤクルトにしても阪神にしても今の状態の巨人と戦うのは結構有利だなっていうふうに思って、まあそうだね、だからやっぱり地元でできるかどうかっていうのは大きいと思うよ。ああそうです、ね、だからそういう意味ではその優勝したところがやっぱ今年は抜けていくと思う。なるほど。じゃあヤクルトが優勝したらヤクルト、ヤクルト、阪神が優勝したら阪神、阪神。これどちらにせよちょっと巨人が厳しいとなるとセカンドステージで当たるのはヤクルトと阪神っていう、まあ、今見立てなんですけど、そうなってくるとそれでもやっぱり優勝した方がしてたチームの方がやっぱり有利だな、有利ですと思うよ。ただまあファーストステージの勝ち方だけどね、はい、どうやって巨人なんかバンバンこうなんかチームが上り調子になってきてるみたいな、はい、そんなんで当たられるとちょっと苦しいかもわかんないけども、うん、俺は行かないと思うんだよね。ピッチャーそこで使い切るからね。まあ、まあそうですね。ファーストステージでまずそうですよね。で一緒のアドバンテージがあるわけでしょ、はい、もうそうなってくるとやっぱり優勝したチームが寒いしさ、はい、寒いですよ。そう寒いね。理想はオリックスと巨人がやってくれるのが一番いいよ。どうだから選手にとってみてもね。そうそうそう、そうですよ。あとの4チームはさ、特にあの東北はすごい寒い。仙台はねもうくそ寒いよ多分まあそうですけどね、もうかじかむどころじゃないよ。もしかも雪のシーズンでもあるので雪がちらつくって可能性だったので、ね、もちろん。でもまあでもヤンキースもね、まあはい、毎年こう、ね、寒い中やってるわけだから、はい、だからまあそれはね、まあそれは言えな、ね、言えないけど、ね、ですけど、うん、ただじゃあヤクルトと、まあ、阪神野手そして投手陣見たときにまず投手陣の方で有利なのは豊さん何かありますか？そのまあ優勝とか別にしてチーム状況で今のチーム状況で一番いいバランスを取ってるのはやっぱりヤクルトだよね、はい、あヤクルトなんです。ただねここに来て佐藤が当たってるんだよ。佐藤が24号を打ったんだよ。はい打ちました。これが上り調子になってくると分かんないよね阪神、はい、やっぱ佐藤輝明選手がキーマンに。そうシーズン前俺何本打つって言ったら覚えてるかな。森藤は15本打ったよね。もう謝ったよねちゃんと、早々に謝りました。そうだな。あれ28号？25って言ってた。はい25。ああもう本当すごくない？だから今本来なら今日って1本打ったらもうぴったりじゃん。そうですね。もう最終戦でな。最終戦で、はいはい、さあその佐藤輝明選手が、はい、その状態をねこのまま戻して、うん、このクライマックスシリーズ行ってくれればと。いやいや本当に、うん、そうなってくるとやっぱこう活性化してくるしさ、はい、あの打線もね、はい、
なんていうの、上本、あ、近本、あ、近本選手ですね、はい、の故障もね、はい、ちょっと心配になるけども、うん、まあ寒いからな、余計に肉離れだとね、まあ、そうだな、だからまあ怪我人をもう出さない、はい、ね、でも両リーグとも優勝したところが日本シリーズに今年は行くんじゃないかなっていうような気がするよね。でもヤクルトもやっぱり野手陣に今すごく当たってると思うんですよね、うん、それでもやっぱり阪神の方がやっぱりちょっと総合的に見ると感じ、いや、まあ、その時の調整のまたなんで日を明けんのかなと思うよねまあそうですね、ちょっと詰めなさいよって詰めなさいよ、詰めて11月いっぱいまでやるんだよ今年だから本当にもうあれ12月になっちゃうよっていうところまで、もう本当にもうちょっと寝たらもうすぐキャンプだから、うん、ですよね、年すぐ明けちゃうので、そうだよ、ね、そしたらもうすぐ自主トレでしょ、選手ももう いや、もういっぱいいっぱいになるよ、ね、本当そうですよね、もう本当に今年大活躍したピッチャー陣たちは、うんうん、多分疲れを抜く時間がないんじゃないかと思うよ、だ来季の故障とかちょっとね心配ですけどね、まあ、ただちょっと日本シリーズは、はい、豊さんの予想ではセパ両リーグともに制した方が日本シリーズに行くという予想になりました、はい、はい。